はいどうもーっていうかさワポルとリキュールって一緒だよなどういうことどちらも悪者でしょうというわけで皆さんこんにちはこんばんはレッドですいや今回ちょっとどうですかこれなかなかわからなかった人いるんじゃないですかこれ <laughs> 悪者ね悪者悪者悪者と悪者うん,、まあ、うんいやまあどうやろうこれ上級編そんな難しくないいや分からへんかった人も多かったと思いますというわけで <laughs> 英語のワポルに、えー、ちなんだステージのそうですねドラム灯です。 えなんとね、このステージのね、立ち回りシリーズね、ようやく、ようやくね、ラストの動画となりました。ドラムとステージを立ち回ってきましたというわけで、うん、はい、今回ね、立ち回ってきたこのキャラたちが、えー、パーティーが、えー、まず、えー、ダブルゲッターね、えー、スネークとローと、あと、えー、こちらの黒ひげとスネークの、えー、2パターンで、えー、3戦合計ねうん、取ってきましたというわけで、 まあそれをね、一戦目ちょっと止めながら、まあ最後ね、後付け解説っていう形でこうやっていきたいなと思います。まあドラム灯はね、わりかしこう狭めのステージでね、うーん、まあ渦を巻いてるようなこう形でね、上に上がっていくんでねうー、まあどのタイミングで裏取りに行くのがいいのかとか、うーどうやって攻め落としていけばいいのかとか、うーん、その辺もね、こう、まあ見ていけたらいいなと思います。じゃあね、早速、えー、やっていきたいなと思います。 冬の寒さに負けずにね、えー、ホットなね、あっちいいプレーを見せていきたらいいなと思います。<laughs> はいじゃあ、行きましょう。今日も元気に行きます。レッツバウンティーはい、じゃあね、ドラム1戦目見ていきましょう。うん、で、ここからね、最、え、初、ー、ちょっとまとめるんですけど、2、えー、ゲッタースタートですね。はいなので、えー まとめてねこうあの C 旗にこううーんゲッター2人でピャーって行くよりかはもう1人はね裏取りにいっちゃっていいんじゃないかと思いますねでここでね一回これ止めますねここはい降りたところですねまずねここ降りる位置なんですけどうーんちょっと前まではねあの結構あの敵のその1巡目のめっちゃ間近でこう降りたりとかいうのもあったんですけどもうあのー 最近は,その要はロジャーが、ね、1巡目取ったりとかうんあとディフェンダーでもこうやっぱり降りてきた瞬間をこうスキル狙うっていうのをしっかり結構やる人が増えたんで割ともう遠めに降りちゃってでそこからこう詰めていくような形で僕はいいかなって思いますね。 なのであんまなるべくねあの敵のこの一陣目のめっちゃ真そばで降りるのはゲッターの人はんやめた方がいいんじゃないかなと思いますねあと、えー、ディフェンダーが今みたいな形でこれ金右もんがね今敵の一陣にいるんですけどんディフェンダーがいる場合はやっぱりおでんさん,ん全然いっていいと思いますね僕はやっぱディフェンダーに対してめちゃめちゃ強いキャラなんで、えーまあ、黒ひげを普段よく使ってる僕が言うのもあれなんですけど <laughs> <laughs> やっぱ嫌なもん嫌なんでねディフェンダーからしたらねうーんなのでそこで詰めていくのも僕はありかなと思いますねまあこの場合はね僕が今これあのオリデンさんが行かなさそうだったんで僕が先に行ったんですけどねはいじゃあ続き見ていきましょうはいでここから詰め寄っていってまあとりあえず金右衛門との対応右がねスタートするんですけどねうーんまとりあえずワンツはいワンツって入れてここでちょっと止めますねでここねあの敵のロジャーがねこれ下に降りてきてますよねあのにじ目にいたロジャーさんが うん、でこれあの、要は真ん中にこうあのもう1人の僕らの味方のおでんさんがあの取らずに奥に一気に押し込んだ形なんですよ。なんでロジャーが3人ちょっと、ね、密集してたっていうのも多分あったんであの対応をその他の2人のロジャーに多分任せて1人が僕のこの、えー、なんていうんでしょうカバー、うん、に来たんやと思うんですけどこの瞬間におでんさんがあれにじめ取ってくれてるんですよねこれ握ってくれてるんですよね。で結果ここの後取るんですすけど、うん、これがまずすごい あのい,い流れになるんですねあの裏取りいくことによってであのここで、まあ、速攻で僕がこれ仮にやられてたら、まあ、バッとなんですけど、まあ、頑張ってね怠慢でこう、まあ、時間稼ぎながら削りながらで、旗もこう削りながらっていうふうにプレッシャーをね相手の一巡目にどんどんかけていくとでこれ一番最高の流れとしてはなんですけど、えー、まずここ相手の二巡目おでんさんがこれ今から取るんですよでここで僕が怠慢でパチパチっとやっつけて旗を取り切る で C 旗も上でタイマンを買ってあタイマンじゃない1対2かでそこを何とか削りながら後ろから来るこの味方の黒ひげさんと共に共闘して真ん中も取ってくれるで1人ずつローテーションでこの初期旗の方にみんなが寄ってきてくれて5取りで終わるみたいなパターンが割とね結構あるんですよねこのステージ意外と。 はい、なので、まあ、それも1つ、まあ、勝ちの方法なんでね、で、最悪別に5取りできなくて、あのー、ここやられちゃって、1つ取れなくてっていうパターンでも、もうその時点で4、1とか、うん、で、プラス相手にあの何がいいかっていうと、ここなんですけどあの、相手にね、スキルをこの1陣目で使わしたりとかしてから上に上げさすみたいな、そしたら圧倒的に味方が待ってる、味方が有利なんですよね、スキルあるんで。 っていうところもこの全然に行くゲッターとしての仕事かなって僕は思うんですよ。まあやられちゃう ても別にうううしょうがないと思んんですけどね、うん、ただ全然ぶち上げるっていう、うん、それがもうめちゃめちゃ大事かなってこのステージは特に思いますね、うん、で特にラスト30秒とか切った後もこれピャーっと登っっッと上ってってすって相手の方に降りて裏取りできるっていうステージでもあるんでね、うん、ゲージをちょっとでも減らすっていうのも一つ作戦の一つとして持っていていいかなと思いますねはいじゃあ続き見ていきましょうはいでここでロジャーさんが握られてるあやばいってことに気づいて上に戻りますとうん でここでまた対マンに戻ってでとりあえずよろけう今一瞬ダウンさせたんでついてるんで一旦距離取ってっていう感じですねでここでね旗をこう削っていくっていうこれがねやっぱ大事なんですよねでディフェンダーの機嫌をきっちり僕が落としていくとでここでリスポンされた敵さん新しいのが来たんですけどここで今スキル使わしましたよね桃源と使おをもうこれが OK なんですよねでここちょっとね僕あの無駄回避してやられちゃうんですけど まあ今のね、もうあの無駄回避してなければ、またここでロジャーとペチペチ対マンとかいう感じで、前線を簡単に上げさせないことができるっていうのもね、一ついいとこかなと思いますね。で、ここから次ね、赤、えーで、自分なの一自分でロジャーと対マンして、きっちりここはね、えー、落としていきますと。で、上がろうかなと思ったら、上から誰か降りてきそうやったんで、これ降りてきた人に通常通常でおでんさんにやったんで、また通常やって、ブーストここ来たんで、えー、メスで落としていきますと。うん、いい流れですね。で、とりあえず3つキープしてるんで、 えー、先ぶなんで、もう1個欲しいないし、どっかプレッシャーかけときたいなっていう感じなんですけど、うん、やっぱりここをねなかなか攻めあぐねるところですよね、一気にここ行ってもね、えー、やられちゃったらね、逆転示されるんで、ここからね、攻撃当たるキャラは、ね、当たるんで、割とこっから通常、ペチペチ入れたりとかね、してみてください、ドラムンの時はね、ただ、ぼーっと見てるよりかはね、ちょっと攻撃してみたりとかもありですよね。 でここ相手揺さぶろうと思ってこーち行ったんですけどなぜか自分から当たりに行ってしまうと <laughs> 水いましたね。えー、でこうあの何してるかっていうとあのじん目が開くのを待ってるんですよね、こう僕。で今こ、こ空いたんですかさずスーッと相手のブスなんでね、うん、でここ気づくか気づかないかもうくさん知らないんですけどねここ気づいてこう、はい、対処しに来たんで1回離れますと。 でこ,こ距離がちょっとね足りなくて当たって当たって通常でやられちゃいますと、うん、でここで一気に逆転されちゃうんですけど大丈夫です大丈夫ですいろいろね、あのー、プレッシャーを与えていったりとかしてるんであの相手がねここから味方さんたちが裏取りに行ったりとか散らせばみんなね多分どこがゲージ満タンでとか分かってないはずです。 敵さんはなのでそういうのも全然ね効いてくるんで裏取りとかはすごい効果的かなと思いますねでここ KO していってここ取り切るんですけどここで1回ちょっと止めますねでここね見てほしいところはあの今僕がおでんさんを落としてここ3次、まあ、君と一緒に取り切りましたとでえっ、ー、と敵のロジャーはよろけ向こう今ついてる状態なんですけどこれ3次君はヒットポイントがない ともう発でで死んじゃう状態ですよねとで要は攻撃当たっちゃいけないのは僕なんですねこの後よろけもこうまたつけてしまうっていうのが一番良くないんでここしっかり僕がジャスカイを、えーまあ、決めていくんですけどその後にあのに自分が取る行動っていうのが大事で今この相手の1巡目付近のこの坂道をあのなんか裏にこう降りたロジャーさんがまたこれ上がってきてるんですよね。 で敵の一人が、えー、真ん中 C 旗から僕らの人面に来ようかなどうしようかなっていう位置にいますよねとただこれ裏に D 旗の方にそのロジャーが行ってるんでその対処に、えー、この真ん中の人は行きますとなので上真ん中が開けますよねでここに目の前に僕とサンジ君のツーゲッターがいますよねえなのでとりあえず一つこのロジャーをここであの足止めしておく でしかもここがね何ていうんですかねスネークマンの特性というかスキルのいいとこなんですけどマンバーを打つんですよここででよろけ向こうが剥がれたロジャーはあっあああっってずっと鳴ってるんでその間に、えー、ここあの旗を取れなくして動けなくした上で、えー、上に集合するとでロジャーさんが D 旗でバチバチやってるならその間僕が真ん中を握ればいいし KO してくれたならそれはそれでめっちゃナイスやし で、もしそのまま真ん中に来てくれたんやったら、共闘で2人で頑張って取ればいいしっていう、逆転するにはそれしかなかったんですよね。うん、で、そのために相手の1巡目でこう、おでんさんがめっちゃ足止めしてくれてるっていうのがすごいナイスな、うん、ところかなっていう、これがその、あの裏取りをもし全くね、うん、今まで何もしなければ、相手ってもう1人でいいやってなるんですよね、この場合。あ、全然見れる見れるみたいな。じゃあ2巡目俺が行くわ、みたいな感じで、ローテーションされたら一番守られるパターンなんで、結局取れずに、えー、3対2とかで負けちゃうみたいなね。 うん、パターンがあるんでそれが後々こうね最初にねった裏取りとかみんながこうプレッシャー与えたりとかいうのが効、うん、いてきたのかなと思いますねはいじゃあ最後、えー、ラストね見ていきましょうはいでここでねジャスト回避決めてここでブラックマンバーを打っといてで30分はしていきましたとただここマップ見てたら金山が回避使ったの見えたんでここ金コブラで吹っ飛ばしてその間に2人で握ってるとその後ろはマンバーで足止めされてるんで動けないとでこれで逆転して勝ちってことですね はい。だからああいうも一瞬のね、このマップを常に見てると、ね、回避使ったでこので結構わかるんでね。うん、そこも大事かなと思いますねはいありがとうございますじゃあ次行きましょうはいじゃあ2戦目見ていきましょうんこの試合もね、えー、ダブルゲッターで、えー、行った試合なんですけどこれはちょっとねラスト惜しくもね負けちゃう試合なんですけどねいや惜しかったなとはい、思いましたじゃあ見ていきましょうとりあえずね、えー、おでんさんが無敵使っ で、速度を上げてくれたんでおでんさんね、真ん中行くんでじゃあ僕あ、ちょっと降りるかっていうことで、ちょっと近かったんですねこれでカメラワークをミスっちゃってカまさりをね、いきなり食らっちゃうんですけど大丈夫です、こっから僕ロジャー2体落としていくんでね大丈夫ですこっからね、対マンをね よろけついてるロジャーさんがなぜかね逃げるんですけどおまあ僕からしたらラッキーやなっていうことででこう一発目ちょっと気絶不意されたのはほんまちょっとよ,よくわからない <laughs> やめてほしいなっていう <laughs> まあとこなんですけどね、まあ、とりあえず金庫ブを当てて、えー、体力回復して、まあ、ここ通常通常で、うん 行くんですけどまあまたカムザリクエやって残り1と大丈夫です残り1でも僕はねこっから相手を落としていってこのロジャーさんもね通常通常でしっかり削ってダメージを与えていってで残り1からですよ残り1から僕は新品のロジャーを落としますとうーんなかなかでしょ <laughs> 合計ここでロジャー2体落として、さらにおでんにここでスキルも使わせて、うん僕は多分ゲッターとしてはもう別に万万歳の動きしてるんじゃないかなと思うんだったんですけどねうん。ここはちょっとメスの距離感ミスっちゃって、えー、ブーストなんでね、あのー、メスだけ当てて、で、黒ひげに任していこうかなと思ったらね、ちょっとミスりましたね、あそこだけね。えー、まあまあしょうがないかなとうん。で、これとりあえず今3つある状態なんで、えーまあ、僕、ゲッターで、まあ、もうすぐ相手のブーストも来るんですけど、 ここで僕がいてもなーどうしようかなーっていう感じでまあ裏取りってちょっとプレッシャーとか与えた方がいいかなっていうことでまあ裏ね黒ひげさんとかもいるんでやるか旗を握るぞっていう姿勢をね相手に見せながら <coughs> っていう感じでねプレッシャーを与えていきたいなっていうことで。 えー、とりあえず、えー、ここ4つ目のところね、えー、まあ、カカンドラシュコでここ合わせて KO していきますと、<laughs> で、ロジャーさんと一緒に取ろうかなと思ったんですけどね、まあ、なかなかちょっと厳しいとこあったんですけど、でもこれでね、あの、相手のロジャーも落としたんで、まあ、まあもう、OK かなと。で、あとでね、この後ね、えー、敵のブーストがね、えー、これ来るんで、<laughs> えー、まあ、しっかり焚いていきたいなということで、まあ、ここはきっちり定食食べて、で、上にね、こうバーっと上がっていくんですけど、こっからですね、 はい、敵のブーストがここで、はい、来ますよねと、でここに、あのー、味方さんと一緒にいてもまとめてこれ得られたらこれえらいこっちゃというわけで、1回これ前線からパッと降りて、こここっち握りますとで、旗を減らすだけ減らしてでこれあ、ダウンさせられたらそれはそれで OK かなと思ったら、まあ、取り切れたんでね。うん、じゃああここはあと え、味方のブーストも来るんで、じゃあ、守りに、守っていこうと。で、ここで、時間をここの二人足止めさせながらね。うん。で、この味方さんが来たら、まあまあまあ、誰かこっち来てくれるかなとか、あないし、まあ、上系をして取ってくれるかなとか思ってたんですけど、あ、ここでまあ、やられてね、ラスト10秒で、えー、結局、この味方さんも全員やられたみたいで、これ。<笑><笑>まあ、もう、それはもう、しゃあないなっていう。 <laughs> まああれは、うん、ブーストがね、味方が来て、えー、まあ、抜けるかなと、押し切れるかなと思ったんですけど、まあ、やられちゃったら、それはもう、それはもうしょうがないということでね、負けちゃいましたと、はい、ありがとうございました、じゃあ、ラスト3戦目見ていきましょう、じゃあね、ラスト3戦目見ていきましょう、この試合はね、ほんまにね、なんか、あのー、あの、協調性がなかった試合やなと、<laughs> なんか。 好き勝手やってたた試合やったなと、思い <laughs> ましたね。<laughs> まずねこれね1巡目僕取ってこ,こまあまあまあ試せて,て <coughs> あのおでんさんとかがね裏取り来るかな来るかなと思ってたんですけどあの誰ももね味方の2巡目取らずにあの進めていくっていうマジかマジか。マジか <laughs> <laughs> とりあえずね、ねここを2巡目きっちり僕がねまた取ってまたここもね食べていきたいなというところですね。<laughs> えー、いや、ほんまになんかもうこのスタートの時点でね、あのー、協調性がないんで、これどうするっていうチームワークの血の字もないぞっていう心配なまま、ねえー、スタートしていった試合でしたと <laughs>、まあ、そんな時もありますよね。はいじゃあ、ここで、まあ、きっちり食、ね、めていってね、そういう時は、ね、優しさで包み込んであげましょう。<laughs> <laughs> <laughs> ここをね、もう敵対にピクピクしながらねあ、トントン相撲みたいな感じでね、遊んでましたと、<laughs> ここまで僕、何もしてないですね、えー、貯めるだけ貯めてっていうね、はい、でここ、まあ、クローズしたんですけど、まあ、無敵でね、あっち行ったんで、えー、ここ無敵でね、バチコン行こうと思ったら、あの桃源とつかだけあの打ち込まれてあの、防御力を上げてどっか行かれましたと、<laughs> いや、もう <laughs>、<laughs> やめてほしかったなっていう <laughs>。 <laughs> まあ、噛み合わないとことんかみ合わないですね、こういう時はね。まあまあ、しゃあねしゃあで,すでとりあえずね、ヒゲだけ一発落として、まあ、ブースト来たんで <coughs>、ちょっとだけ距離取って、このヒゲ落としていこうかなと思ったら、まあ、無敵食らっちゃったんで、まあまあ、しゃあないなと、でこう近づいてきたロジャーに無敵を嫌ってぶち込んで落としたろう思ったらね、すかりましたと、ミスりましたね。<laughs> いやいや、まあまあ、そういう時もありますよ。うん、うん。で、ここ通常でね、パチパチやられて、あー、もうそろそろ一回落されさ落ちたいなと。うん。一回落ちたいなと思ったんですけど、これちょっとやばかったんで、一回ちょっと上をね、あの、旗をこう溜めながらね、味方がここに到着する時間の間だけ、ちょっとでもこう、時間稼ぎというわけでね。で、まあここ味方到着してくれたんで、まあまあ今のタイミングで落ちて、まあちょうどよかったかなっていう感じですね。 で、ここからもうゲッターでね、はい、スネークマンで、じゃあどうしようかなと、うんまあここちょっと、相手のブースト中っていうのもあるんで、食、え、べ、ー、めときたいなと思ったら、あの、速攻でここ、あの、2巡目ら降りて向こう行くんで、いや、やばいやばいやばい。や,ばい <laughs> いや、もうそこで行くみたいな。<laughs> もうマジかっていうね、ほんまにずっと協調性のない試合でしたねと。<laughs> いや、面白かったですね。で、ここで扱いして、まあ、チャージスキルここ当たらないんで、えー、ここでね、えー、相手裏取り行ってるんで、その時間を稼いであげようというね、優しさでね、包み込んであげましょうと、とことんと <laughs> <laughs>。で、ここでね、えー、まあ、最後ね、通常でね、こう、ペチペチ削っていくんですけど、 あのー、おでんさん下降りて、あの、相手の一巡目取れたんで、あのー、ここでね、あのー、KO したんで、もう、あの、ここ、おとなしくね、あのー、味方のおでんさんと共にここ、いとけばね、真ん中確実に取れて、絶対3対2で勝てるとこやったんですけど、まあ、最後どっか行ってたんで、ちょっと焦ったんですけどね。まあ、勝ててよかったですね。えー、最後の最後まで協調性のない試合やったかなと。<laughs> まあ、勝てた <laughs> し、よかったなと思います。ありがとう。 はい、ここまでドラムと参戦、どうでしたかと、うん、えー、まあ、あのー、そうですね、ゲッターが前線を上げてせき止めとく、で、そこに対して、えー、味方さんがどう動いていくか、どういう風に、こう、 えー、サポートしていくかとかとねうんでもやっぱりここはね、あのー、ディフェンダーが1人いると僕はやっぱりうーんすごくここスムーズに試合展開進めれるんじゃないかなと思いますねん、まあ、僕個人的に言えばあの黒ひげを使ってここのステージで、まあ、行く時に、まあ、よくね裏取り来るんですよねそれこそ、あのーまあ、おでんさんの前とか特にねマム の時とかねもうアホみたいにマムがめちゃめちゃ来てたのもめちゃめちゃ覚えてるんですけどね、まあ、体感で言うと僕はわりかしもあの得意なんで8割ぐらいはもうあの帰り討ちにするタイプなんですけど 逆に言うと、そういう時ってめっちゃチャンスになるんですよね。うん。相手のゲッターを、あの、裏取りに来るってことは、そこを縛いて、あの、KO していくと、そのままね、もう順繰りであ、あともう、押せるはずなんでね、うん。上をとりあえず、えー、2対1で、えー、しっかり落としていって、で、そこを、えー、落としてくれたら、2巡目、ね、きっちり貯めていった後に、3巡目も貯めていく。で、その間に、もう4巡目を、こう、詰めていって、落としていってくれるみたいなね。うん。ここは、あんまりね、その、 3巡目でゆっくりするとかはあんまりねやっぱり意味ないかなと思うんで、あのー、2陣目相手の2巡目にとにかくプレッシャーをかけるであと1巡目に、えーえー、2陣目に集中してる時は1巡目にすかさずそっとあー裏取りに行って、えー、ちょっとでもゲージを減らしたりしておくとで後々のチャンスにつなげたりとかうんでそこをきっちりとあの減らされたらやっぱり溜めとかないとラスト数秒とかでピャって降りられてピャって握られて取られるとかね。 えーまあ、あるんでディフェンダーを使ったりねも,もちろんアタッカーでもそうなんですけどゲッターでもそうなんですけど貯めるときは貯める少しでも貯めるうん特に相手のブーストとかで無理やり突っ込んでいってもダメなときはその間は少しでもいいから貯めるとかねそういうのも大事になってくるかなと思いますうんかき乱すのも当然大事なんですけどそういうちょっとした数秒の間の貯めるとかもめっちゃ大事になってくるんでぜひやってほしいなと思いますただただ取りに行くだけがゲッターの仕事じゃないただただ KO するのがアタッカーの仕事じゃない うん、でただただ守るだけっていうのもディフェンダーじゃないっていうのをねこうまあまあ今までのこのステージのね立ち回り解説であーまあお伝えできたらよかったなと、うん、できたかなと思いますうんまあそれぞれね役割はね、えー、分かれてるんですけどやることは一つじゃないよねっていうところもねうん 立ち回りにこれからどんどん皆さんのねこう、うん、加えていってもらえたらいいかなと思いますねでそこでうまく味方とこう連携をね取れていったらどんどん勝ちに繋がっていく試合が、えー、増えていくんじゃないかと僕は思いますとうんなのでねまあなんかこう勝ちにね えー、あのー、困ってきたあ。なんか連敗が続いちゃったみたいな時は、またこの各ステージのね、なんか立ち回りの動画をね、不意にこうなんか、パッてちょっと見てね、ああ、これうや、こんな立ち回りもなんかこいつしてたな、みたいなぐらいでね、<laughs> 見てもらえればね、嬉しいかなと思います。じゃあね、これで、えー、とりあえず、えー、この各ステージの立ち回りは、 うん、これでね、このドラムの動画でフィニッシュというわけでね、いや、ようやくできましたと、ありがとうございますと、これからね、またね、えーまあ、それぞれのいろんなキャラクターを使って、まあ、なんか楽しい動画を作っていけたらいいなと思うので、またね、ぜひね、そちらもね、うん、見ていただけたら嬉しいですと、じゃあ最後はね、ちょっとドラムとというわけで、えー、アームポイントのトニトニチョッパーの画面でね、終わりたいなと思いますと。 はいじゃあ皆さんここまでご視聴いただいてありがとうございましたそれではまた次回の動画でお会いしましょう See you!